今日ですね、今日は天候と時間に関しての応用練習ですね。いつもと同じように、音声を聞いて、書き出しをしていくと、質問に答えるのと、それから書き出しですね、をやっていくというふうな形になってます。では、早速始めていきましょう。で、僕ちょっと事前に朝送ったんですけども、ちょっと未来形を使っていたので、そこを現在に変えてるので、これをちょっと消してエスターンにしてます。まだ未来形をやっていないので、多分ゴキタさん、多分なんかチラッとやってると思うの、多分分かってるとは思うんですけども、まだ一応授業では取り上げてないということで、これを変えました。なので、今ここの画面に出ているこの3つ書いてあるものが、質問になってます。はい。ではまず、音楽を、音楽じゃない、ごめんなさい、音声を聞く前にですね、この3つの、質問ですねを確認したいと思います。まずでは1番、お願いします。読んでくれますか、小木田さん、お願いします。Como está el clima el sábado? そうですね、 Como está el clima el sábado? これ、日本語でどういう意味でしょうか。土曜日の天気はどうですか。そうですね、土曜日の天気はどうですかという意味ですね。はい、では2番に行きましょう。すみません、読んでいただけますか。2番お願いします。Hace cuántos años que no juego al fútbol, Juan? そうですね、 juega al fútbol, Juan ですね。フェゴではなくて三人称、フアンがここは主語となっているので、フェガですね。はい、これは日本語でどういう意味でしょうか。フアンは、半年付けの何年もサッカーをしていません、していませんか。そうですね、ここなんですけど、何年もというよりも何年サッカーをしていませんかという意味ですね。例えば5年とか3年とか、ここを確か、小木田さんの宿題を見ても確か多分間違っていたので、ここの使い方ですね。例えば10 años っていうと10年前からという意味ですね。で、その10年、この数字の代わりに quantos が入ることで、何年前から、そして、実際のアクションに当たる部分がここに来るというものですね。はい、では3番お願いします。あけおらいけディアバンアフガールアルフットボール。そうですね、あけおらいけディアバンアフガールアルフットボール、これ日本語で何でしょうか。サッカーをは何曜日にしますか。そうですね、ケディア、いいですね。ただ、アケオラ。いつ、質問ですよね。そうですね。アケオラ、イケディア。何曜日の何時からしますか。そうですね、サッカーをしますかということですね。はい、これが3つの質問になります。で、もう一度、1、2、3の質問なんですけども、¿Cómo está clima el sábado? Primera pregunta。これが最初の質問ですね。これで言ってるのは、土曜日の天気はどうですかという意味ですね。Dos. ¿Hace cuántos años que no juega al fútbol, Juan? Juan はどれぐらいサッカーをしていませんかということですね。Tres. ¿A qué hora y qué día van a jugar al fútbol? これは何時に、何曜日の何時にサッカーをしますかということですね。まあ実際のケディアデラセマナというところが省略されてるんですけども、この文脈から、理解はできると思います。なので、こちら、音声を聞いていただいて、実際にこの3つの質問にまずは答えていただくというふうな形にします。で、事前情報なんですけども、この音声の中では出てこないんですけども、話しているのは女性と男性で、女性がアナ、男性がフアンですね。ちなみに、今日なんですけども、今日というかその話している状況なんですけども、金曜日になります。それも情報が出てないので先にお話をしていきます。金曜日です、話している時点では。多分おそらくそれも入っていた方が多分理解ができると思うので、その話を、しておきます。はい、では早速聞いていきますけども、メモを取る準備できてますかね。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。はい、では、早速、聞いていきましょう。はい、では、いきます。最初の3秒を1回流して、音は聞こえるかどうか確認して、その後続きいきます。では、まず音確認です。Hola Juan, oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol? Este 聞こえますか？はい、聞こえます。はい、では、いきます。最初からいきます。頑張ってください。2回全部で聞きます。はい、スタートです。Hola Juan, oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? Es que hace 10 años que no juego al fútbol. No pasa nada, tú puedes. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. ¿En serio? Sí, además hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece el domingo? Sí, parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Muy bien, así quedamos. ¿A qué hora empezamos? Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche. ¿Te parece? Muy bien, nos vemos. Nos vemos. もう一度聞きます。Hola Juan, oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? Es que hace 10 años que no juego al fútbol. No pasa nada, tú puedes. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. ¿En serio? Sí, además hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece el domingo? Sí, parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Muy bien, así quedamos. ¿A qué hora empezamos? Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche. ¿Te parece? Muy bien, nos vemos. Nos vemos.以上です。では、まず最初の質問に答えていただきましょう。質問です、コキタさん。¿Cómo está el clima del sábado? 全然聞いてなかった、聞こえ、分からなかったです。わからない、大丈夫です。わかりました。では、número dos。¿Hace cuántos años que no juega al fútbol, Juan? あ、それも分からなかったです。わかりました。número tres。¿A qué hora y qué día van a jugar al fútbol? あ、ドミンゴ、日曜日だけ分かりました。Domingo。わかりました。ありがとうございます。問題ありません。では、今これが最初の段階ですね。では、もう少し、詳しく、内容を知るために、書き出しをしていきましょう。フレーズごとに切っていきますので、そこまでをまずはスペイン語でそのまま繰り返していただけますか。で、その後に日本語での訳を言ってください。では、最初からスタートします。Hola Juan. お願いします。Hola Juan. ファンですね。先ほど、最初のスタートでも言ったんですけども、出てくる2人はアナとファンですね。なので、女性はアナ、ファン、で、男性はファンになります。ちょっと画面がフリーズしてしまったので、続きをいきます。Hola Juan. Oye. ¿Qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? はい。Oye, うん。¿qué te parece? はい。忘れましたね。¿Qué te ¿Qué te parece? parece? ここなんですけども、その後ですね。Jugamos al fútbol a las ごめんなさい。Este sábado a las 7:30 de la noche。これになります。もう一度聞いてみましょう。ここなんですけど、Hola Juan, oye, ¿qué te parece jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? もう一度聞いてみましょう。Hola Juan, oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche?
はい、聞こえましたでしょうか。はい、パレセの後に C が入ったように聞こえたんですけど、パレセの後に、ごめんなさい、その通りですね。C が入ったように、ケテパレセ C フガモス。ごめんなさい、抜けてました。ケテパレセ C フガモスアルフットボール、エステサバダラシエティメディアダラノチェですね。では一応これ読んでもらえますか？お願いします。ほら、不安。おじ、ケテパレセ C フガモスアルフットボール、エステサバドア、アラスシエティトレインタデラノチェ。いいですね。実際の、音声で、シエテイメディアと言っています。シエテイメディアデラノチェ。はい、これ日本語にするとどうなりますか？ちょっとね、画面が小さくてね。あ、ごめんなさ携い。帯。ちょっと待ってくださいね。はい。ねえ、シャコジェ、ケテ、パレス、シー、ウガモスルト、ステサバドレス。土曜日の7時30分、土曜日の夜7時30分に、土曜日の7時3、ケテパレセ。これですね。ケテパレセというのは、どうでしょうかというふうな、どうというふうな聞く場合ですね。はい。土曜日の夜7時30分からサッカーをしませんか？そうですね。サッカーをするのはどうでしょうかという感じですね。その通りです。はい、これが、最初のちょっと聞きにくかった部分ですね。どうですか？これ見てみて理解できますかね？はい。わかりました。このケテパレセすごくよく使うので覚えた方がいいと思います。覚えておいた方がいいと思います。ケテパレセ C ですね。今日本語でも言ったように、簡単に言えば、何かをこう招待しているような形ですね、になると、ケテパレセ C、 そしてベルボが来るとですね。例えばケテパレセ、シー、コメモスタコスエステサバドとかですね。はい、では次聞いていきましょう。いきます。Es que hace 10 años que no juego al fútbol. はい。Es que はい。hace なんたらフットボール。フットボール、いいですね。ここまで聞き取れてます。もう一度、聞きましょう。Es que hace 10 años que no juego al fútbol. Diez años que jugar al fútbol. Que no juego al fútbol. Es que hace 10 años que no juego al fútbol. まずこれ読んでいただけますか？お願いします。コキタさん。Es que hace 10 años que no juego al fútbol. そうですね。これ日本語で何ですか？ Es que hace 10年サッカーをしていません。そうですね。10年サッカーをしていませんですね。ここで最初の SK の前にその、うーんって言ってたのは、この答えに対するものですね。ちょっとな。で、なぜかというと、理由を何か話すときには、SK というふうに使いますね。SK hace 10 años que no juego al fútbol。だからですね。ちょっとなというふうな形ですね。はい。では次に進みます。No pasa nada. Tú puedes. どうぞ。No pasa nada. Tú puedes. そうですね。Tú puedes。これ日本語で何ですか？何も。何も気にしないというか、何のパサなど。
できますみたいな感じですかね。そうですね。Tú puedes っていうのをよく使うんですけども、このできるよっていう、こう英語で言うと You can do it みたいな感じですね。で、No pasa nada っていうのもよく使います。No pasa nada っていうのは、ああ、全然気にしなくていいよとか、ああ、大丈夫だよとか、そういう意味ですね。で、なぜそういう話をしているのかというと、上の文脈を見ると、 Es que hace 10 años que no juego al fútbol。 何が言いたいのかというと、多分おそらく自分は10年やってないから、ちょっと足も動かないし、ちょっとダメだと思うよって言ってることに対して、ああ、全然気にしなくていいよ、 No pasa nada, tú puedes、 気になるできるよみたいな感じで言ってるんですね。はい、では次に進みます。Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. ごめんなさい、一回切れちゃったの、もう一回いきます。Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. はい。Está bien, pero ¿por qué este sábado? Porque ちょっとそこまでですね。いいですね。Está bien. Porque este sábado. いいところですね。では、もう一度、細かいところ、もう一度聞くので、細かいところを聞いてください。いきます。Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. ちょっとわからないですね。ここなんですけども、ポルケティエネケセルエステサバド。ディセンケバジョベル。ポルケティエネケセルエステサバド。ディセンケバジョベルですね。はい。これなんですけども、Está bien, ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover。まず読んでいただけますか？お願いします。Está bien, porque tiene que ser este sábado. Dicen que va a llover. そうですね。これ、スペイン語でな、あ、日本語で何でしょうか？いいよ。Porque tiene que ser este sábado. この土曜日は、いいよ、この土曜日は、わからないですね。まずここですね。いいで、いいねっていうところですね。問題ありません。No pasa nada, tú puedes って言われたことに関して、あ、está bien、わかったよっていう感じですね。Y por qué tiene que ser este sábado? Tiene que tener que の、構文というのは、しなければならないっていうような形でしたね。義務とか。で、tiene que ser este sábado。つまり、この土曜日、今週の土曜日じゃないといけないの？という形ですね。疑問形になっているので。もしこれは疑問でなければ、土曜でなければいけないという意味なんですけども、疑問形になることで、この土曜日、今週の土曜日でなければ、いけないの？というのが、このまず役になります。どうでしょうか、小北さん。はい、わかりました。はい。そしてその後に、dicen que va a llover。これは何でしょうか？降ると言っています。その通りですね。ありがとうございます。雨が降ると言っていますよ。お、雨が降る予想ですよ。ということですね。この雨が降ると言っていたとか、雨が降るっていうふうに見たとか、そういうふうな形ですね。天気予報とか。その時には、dicen という三人称複数を使います。dicen que、そして未来の話なので、va a llover という形ですね。はい。では、もう一度この部分だけ聞いてみましょう。聞き取れるかどうか。いきます。¿Qué tiene que ser este? ごめんなさい。もう一度いきます。はい。Pero, ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. どうでしょうか。
はい、大丈夫です。はい、わかりました。では次に行きましょう。ここからですね。En serio? はい。En serio? そうですね。En serio? はい、これ日本語で何ですか？本当に？本当にですね。Está bien, ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. 土曜日じゃなきゃいけないの？だって土曜日に雨降るって言ってたけど、っていうことに対して、En serio? あ、本当に？っていうことですね。では次を聞いていきましょう。いきます。Sí, además, hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. どうぞ。mucho viento. mucho viento。あ、ちょっと忘れましたね。mucho viento。わかりました。はい、もう一度聞いてみましょう。mucho viento。ごめんなさい。もうちょっと戻ります。いきます。Sí, además, hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Sí, además, mucho viento. Sábado también. Sábado también. わかりました。これなんですけども、いいところまで行ってるんですけどもね、ちょっと足りてないので、そこを足します。なんですけども、これをまず僕が作る前に、ムチョビエントって何でしたっけ、小北さん。とても風がある。そうです風ね、がある。その通りですね。で、風が強いというふうに使うときには何か動詞を入れなきゃいけなかったんですけど、覚えてますか？ああ、風が強い。はい。このムチョビエントは動詞がまだない状態です。はい。風もでしたっけ？エスタ。で、実はエスタではなく、そうですね。汗。汗、ムチョビエント。これですね。これは、この文法の中で知ってほしいことですね。大事な部分ですね。で、この全体はこういうふうな形になってます。Además, hoy hace mucho viento. Así que puede ser que este sábado también. ですね。まずは、Sí, además, hoy hace mucho viento. ここまで日本語で何ですか？アデマスがちょっとわからないです。Además なんですけども、さらにとかそういう意味で使います。Además、よく使うので、これも覚えておいた方がいいですね。こう追加の情報を、言いたいとき。今の場合であれば、このフアンさんは、Está bien, porque tiene que ser este sábado, dicen que va a llover. って言って、En serio? つって、さらにフアンさんは、Sí, además, さらにね、という形で情報を付け加えてます。さらに、はい、今日はとても風が強い。そうですね。Así あ、que puede ser que el sábado también. はい、足けで、土曜日も同じように風が強いです。そうですね。で、まずこの así que なんですけども、日本語で言うとだからという意味ですね。で、よく使えるので、これも覚えておいてください。así que っていうふうに言うと、だからというふうに入る形ですね。así que puede ser、これもよく使います。puede ser というのは、多分ねとか、おそらくっていうふうな意味で使います。そして、puede ser que el sábado también、なので、土曜日もそうかもしれないと。最初に、この、音声教材を聞く前に、今日は金曜日というふうな話をしたんですけども、つまり金曜日、おい、汗むちょびえんと、風が強いんで、おそらく明日も、風が強いんじゃないかなっていうような話をしてます。プエデセールって何でしたっけ？ポエデセルなんですけども、意味としては、おそらくとか、多分とか。よく使います、これも会話の中で。例えばですね、mañana, va a llover? まあ、ちょっと質問があれですけども、そんな形で聞かれたときですね。pues puede ser とかですね。
カブンっていうのに、アシケ、タルベスではダメなんですか？いいと思います。でもタルベスはどちら、タルベス、それから、キサスとかっていうのは南米、中南米、南米ではやっぱりそれよりもポエデセルの方が使われてると思います。あとポルエソとか、ポルエソ、いいですね。アシケの代わりにポルエソ、全然問題ないです、ここもpuede ser que の代わりに tal vez、quizás、el sábado también、全然問題ないです。ただボキャブラリーとしておいて覚えてください。そうすると、一つのことを言うのにも何個もオプションがあるんで、同じことを自分的に繰り返している感じがしないと思うので、そういう意味で覚えておいてください。はい。では、続きをいきます。Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece el domingo? Dozo. Ah, ok. ¿Qué te parece domingo? そうですね。Ah, ok. ¿Qué te parece el domingo? ですね。はい。これ、スペイン語で、あ、日本語で何ですか？いいよ。Entonces, だから、ケテパレセ、ケテパレセはさっき出てきた。ケテパレセ、ケテパレセ。日曜日にできませんか？そうですね。どうですかという感じですね。日曜日どうですかというのは、ケテパレセ、エルドミンゴですね。はい。あ、これ、Entonces、ここで出てきてるじゃないですか。はい。アシケやポルエソと同じような意味だと思うんですけど、はい。ここは、Entonces を使うのが、どういう時に使うとかっていうのは、なんかあるんですか？はい、実はですね、Entonces はポルエソとかアシケとは全く違います。どちらかというと、はい。どちらかというと、日本語では、じゃあという感じですね。だからという意味ではなく、じゃあ、こうどちらかというと、前の文の文脈を引きずった形で最終的に結論を出すときですね。ああ、ちょっと僕、ほな覚え方は間違えてましたね。だからみたいな感じで覚えてました。そうですね、おそらく多分なぜそれがそういうふうに、感じるのかというと、例えばなんか会話をしてて、ちょっとこう、例えば上司と部下の間とかになったりとかになると、こう、entonces? みたいな、そんな。いきなりそんなことが出てくるような、多分聞いたことがもしかしたらあるかもしれないんですけども、はい、結局それもだから、確かにまあだからっていうふうに日本語にしたらなってしまうんですけども、今言ったように意味というのは前の文脈を引っ張ってきて、結論は何ですかっていうふうな形になるので、だからそういう意味で何か全部を聞いた後に Entonces? だから何が言いたいのみたいな、そういう意味合いでも使われます。ただ、まあ、それを言ってしまうと、ちょっとこう、うまくこう、まあ、理解がしにくいというのであれば、じゃあというふうな形で覚えていただければ。で、先ほども言った場合での、entonces というふうに、ただそういうふうに聞く場合っていうのは、でって感じですね、日本語で言うと。よく、まあ、厳しい上司の人が、で、何が言いたいのあなたは。みたいな。entonces?だからよくこうスペイン語の上司と部下のやり取りを見てると、こうなんか突然上司の人が何言いたいんだよみたいな言う時には Entonces っていう使いますね。アシケとは絶対に使いません。はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、では次に進みます。はい、Parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Dozo. Sí, parece. Parece que. Hay, mucho que decir. Hay, mucho que decir. Y qué más.ごめんなさい、行きます。Sí,
Parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Sí, parece que va... Nantarajado. Así que... までしか分からないですね。Así que いいですね。実はこれなんですけども、言ってるのはこれです。Parece que va a estar despejado, así que está perfecto. ではこれ読んでいただけますか。Sí, parece que va a estar despejado, así que está perfecto. いいですね。はい。ではこれ何と言ってますか、日本語で。はい、晴天になるだと思います。はい。しけエスタ、だから、完璧です。そうですね。それでよい。まあ、完璧、まあ、いいじゃんっていう感じですね。ペルフェクト、よくこっちの人使うんですけども、意味としてはペルフェクトで完璧という日本語の意味から、あ、OK っていうふうな軽い表現ですね。でも使われます。とか、いいじゃんとかいう意味ですね。で、これは何の話をしているかというと、entonces, ¿qué te parece el domingo? それに対して、あ、sí, parece que va a estar despejado. 晴れる、晴天らしいよ。Así que está perfecto. あ、じゃあいいじゃん。っていう意味ですね。大丈夫でしょうか、小北さん。はい、大丈夫です。はい、では次に進みましょう。行きます。Muy bien, así quedamos. はい。Muy bien, así quedamos. そうですね。Muy bien, así quedamos. 日本語で何でしょうか。Muy bien, とても良い。だから。しましょう。うん、なるほど。実はですね、この así quedamos、これは多分そのまま覚えてもいいかもしれないですね。実は así que とは全く関係がなくなります。así quedamos、それでいいじゃんっていうような表現になります。quedamos、quedar というのは残るっていう意味なんですけども、合意するというふうな意味になります。で、合意するというふうな意味で三人称、一人称複数なので、まあ話している私とあなた、quedamos。合意しましたねと。まあでも日本語で言い換えると、así quedamos、そんな感じで OK ですね。合意に至りますっていう意味になります。そういう形でという形ですね。それでいいじゃん。それでいいですね。いいです。それでいいですみたいなことですか？そうですね。それでいいです。まあもしくは、そのような形でしましょうとかですね。この así のところが今言ったそのようなという文ですね。この así はどこにかかってるかというと、que te parece el domingo ですね。で、está perfecto。はい、どうぞ。そのようにしましょうみたいなことですかね。そうですね。例えば、コウキサさんの場合では仕事をしているときに、mañana、tenemos junta a las...Vamos a hacer la junta a las 3. De それに対して、コキタさんが、sí, así quedamos.、うん、例えばですね。はい。まあ、その代わりに、está bien とか言っちゃったらそれで終わりなんですけど、うん、まあ、あえて、ちょっと覚えるために、así quedamos. Gracias. とか言うと全然違いますね。うん、でたまに、あ、está bien. OK. とかでもいいんですけど。はい、大丈夫でしょうか。はい。はい、では次に進みます。¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora empezamos? いいですね。¿A qué hora empezamos? ですね。何時に始めますか？そうですね。ありがとうございます。あ、小北さん、ちょっと今9時を回ってしまってるんですが、体力大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、じゃあ続けていきますね。あけおらエンペサモス。何時に始めますか？このあですね。これ勉強しましたね。はい。では、次行きましょう。Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche.
Vamos a jugar a domingo a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. いいですね。Vamos a jugar el domingo. そうですね。Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche. はい。ですね。はい。では次。あ、ごめんなさい。これスペイン語で何ですか？あ、ごめんなさい。日本語で何ですか？Vamos a jugar 日曜日の夜8時から、するつもりです。そうですね。まあ、サッカーをするつもり、フガールが入ってるので、サッカーをつもり、まあ、このフガール、フットボールが入ってないんですけども、まあ、文脈から分かることができますね。はい。では次行きましょう。てぱれせ？はい。あ、けてぱれせ？てぱれせ？ですね。これをよく使います。この te parece だけの文ですね。こう全部言ったら、vamos a jugar fútbol a las 8 de la noche, te parece? けが入ってません。te parece だけです。あなたはできますか？そうですね。その通りになります。te parece? その通りですね。だから、まあ、先ほども言ったように、コキタさんの場合であれば、マニアナ、例えばですね、部下に対して、マニアナ、ジュンタ、テネモスラジュンタ、ラス3デラタレ、te parece?そうすると、いいよねっていう形になるので、しかのですね。けてぱれせっていうと、こう、もう少し、どう思いますかというふうに意見を聞いている形になるので、例えば、まだ、答え方としては、あらす4、あらす5っていうふうな答えが残っているように聞こえます。それに対して、てぱれせっていうのは、もういいよね、それでって感じです。これ、これです。ではダメ。うん、なるほど。Vamos a, そのポエデスでもいいんですけども、そうすると、さっきの、2つ目、ケテパレスにすごく近いニュアンスになります。つまり、ノポエデスっていうことができるような状態ですね。うん、どちらかというと、このテパレスは本当に最後のこう確認みたいな。もういいよね、それで、みたいな。別に3時とか4時、8時以外の時間で、調整が効くとか、そういう話は全くしてない状態ですね。うん、なんでできその時間にできますかっていう感じで、そうですね。できますかと質問してるより質問してるというよりもいいよねって逆に聞いてる、もう言ってる感じです。テパレセはあなたもういいよねっていうような意味ですか？そうですね。ちょっとここにハテナが入ってるんで、ちょっと今言ったような日本語のニュアンスになりがちなんですけど、実際はてぱれせっていうのはもういいよねって聞いてる感じです。うん、大丈夫でしょうか？はい。はい、なので、さっきの質問にもう一度答えると、ポエデスできます。ただ、ポエデスを使うことでニュアンスはちょっと変わります。何が変わるかというと、ポエデスをすることで、まだちょっと相手のこう伺ってる感じですね。しのぽえです。もしダメなら別の時間でもいいよみたいな、まだオプションが残ってるに聞こえます。それに対してテパレセを使うと、もうこんだけ話してきたんだから、もうその時間でしょ。大丈夫よねっていう、もう最後の一押しみたいに感じますね。うん、大丈夫でしょうか？はい。はい、では行きます。Muy bien, nos vemos.Muy bien, nos vemos. Muy bien, nos vemos. Ahí. Muy, ahí, ¿qué más? Nos vemos. Nos vemos. そうですね。はい、日本語で何でしょうか？とてもそれとてもいい。Nos vemos. しましょうみたいな感じ。そうですね。まあ、ケテパレセ、上で、vamos a jugar domingo a las 8 de la noche, te parece? 日曜日でいいよね、8時からでって言ってるので、muy bien、大丈夫ですよ。じゃあ、また会いましょう。また会いましょうって感じですね。はい。以上がすべての、内容になってます。ではもう一度音声を最初から1から
ごめんなさい、最初からすべて聞いてみましょう。で、できるのであれば、今この画面を見ながら、もしくはノートを見ながら聞くのではなくて、目をつぶった形で、きちっとその内容が今頭の中に入ってくるかどうかっていうのをちょっと試してみてください。では、すべて聞きます。スタートします。Hola, Juan. Oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? Es que hace 10 años que no juego al fútbol. No pasa nada. Tú puedes. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. ¿En serio? Sí, además hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece el domingo? Sí, parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Muy bien, así quedamos. ¿A qué hora empezamos? Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche. ¿Te parece? Muy bien, nos vemos. Nos vemos. はい、コキタさん、どうでしたか？大体わかりました。大体わかりました。はい。では、今、大体わかったと思うんですが、それを 100% にするために、これを読む練習をしていきます。まずは、僕の方で、かなりスピードを落とした形で、読みます。で、1行ずつ読んでいきますので、僕が、終わった時点でそこを繰り返してください。では、いきます。まず最初ですね。Hola Juan, oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? Hola Juan, oye, ¿qué te parece si jugamos al fútbol este sábado a las 7:30 de la noche? Es que hace 10 años que no juego al fútbol. Es que hace 10 años que no juego al fútbol. No pasa nada, tú puedes. No pasa nada, tú puedes. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que va a llover. ¿En serio? ¿En serio? Sí, además hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Sí, además hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece el domingo? Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece el domingo? Sí, parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Sí, parece que va a estar despejado, así que está perfecto. Muy bien, así quedamos. Muy bien, así quedamos. ¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora empezamos? Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche, ¿te parece? Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche, ¿te parece? Muy bien, nos vemos. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. いいですね。はい、今改めて読んでみて何か質問等ありますか？いや、特にないです。大丈夫ですか？はい。では、今度は全てをですね、1から最後のノズベモ、オラフワンから最後のノズベモスまで一人で読んでもらいます。では、どうぞスタートしてください。はい。オラフワン、オジェ、ケテパレセ、シー、フガモスアルフットボール、エステサバド、アラシエテイメディア、デラノチェ。エスケアセ、10 años que no juego al fútbol. No pasa nada, tú puedes. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser este sábado? Dicen que ya llueve. Va a llover. Dicen que va a llover. ¿En serio? Sí, además hoy hace mucho viento, así que puede ser que el sábado también. Ah, ok, entonces, ¿qué te parece el domingo?
Sí, parece que va a estar despejado. Así que está perfecto. Muy bien, así quedamos. ¿A qué hora empezamos? Vamos a jugar el domingo a las 8 de la noche. ¿Te parece? Muy bien, nos vemos. Nos vemos. いいですね。という形になります。はい。これが全文になります。で、今から確認をするのはこの質問の答えですね。まず、最初の質問だったんですけども、これですね。再度読んでいただけますか？¿Cómo está el clima el sábado? そうですね。¿Cómo está el clima el sábado? はい。この答えは何ですか？風が強い。Hace mucho viento este sábado. いいですね。Este sábado。Y それからもう一つ言っていたのが、Dicen que va a llover。ジョベル。いいですね。を、先ほど勉強しジた、ュエベ。llueve。Pero antes、この前ですね、además。Además。además というのは追加でという意味ですかね。Y además va a llover。スイカ、いいと同じ意味ですか？そうですね。それからとかそういう意味ですね、日本語で言うと。いい、además で、一緒に覚えておいてもいいと思います。セットで。いいあ、いいあ出ます。そうですね。はい。はい、ではもう一度読んでください。これお願いします。Hace mucho viento este sábado y además va a llover. そうですね。ありがとうございます。Muy bien. Número 2. ¿Hace cuántos años que no juega el fútbol, Juan? Juan, es, Juan es el 10 años. もう一度、10年間していないという場合の文、構文はどんなのでしたっけ？10年間していない。こう何年間もここで出てきましたね。Es que hace 10 años que no juego al fútbol. このまま答えていただけると。そうですね。Hace 10 años que no juego al fútbol. No fuego. でも、ファンの話をしてます。No fue. Fue ga. Juega Fuega. al fútbol. Fútbol ですね。この文、すごく覚えにくいんですけども、これは覚えておいてください。Hace 10 años。この文型ですね。10年間の間と、こう、ある期間を表すための構文ですね。9年、8年でもいいんですけども、まずは Hace 10 años。日本語で言うと、こう、最初に10 años って言いたいんですけども、この汗がまず来て、ディアサニオスケ、ここで区切られて、動詞が来るというパターンですね。では、もしこれを、8年間、私はサッカーをしていませんというときどうなりますか？スペイン語でお願いします。Hace 8 años que no juego al fútbol. そうですね。では、8年間、スペイン語を勉強していません。どうなりますか？ Hace 8 años que no estudia español. そうですね。そのと、estudia は自分の場合は、それ三人称。Estudia
次を。そうですね。その通りです。この文型すごく大事なので、で日本人、日本人だけではないと思うので、すごく特殊な、使い方をするので、よく覚えてください。で、逆に何年間というふうに聞きたいときは、hace cuántos、ここに、años ではなくて、具体的な年数ではなくて、ここに cuántos、años というのが入りますね。これも便利なので覚えておいてください。はい、例えばこの Hace cuántos años を使った形で、何年間スペイン語を勉強してますか？どうなりますか？もう一度お願いします。はい、何年間スペイン語を勉強していますか？これをスとペインいう語にするとどうなりま言いすか？方。はい。何年間ですね。ケアセワントスアニオス。エストディアエスパニョル。いいですね。ただ、これが抜けてます。アーセ。ケアセワントスアニオス。実はそのケなんですけども、ケここに来ます。アセクワントスアニオスケエストディアールケエストディアエスパニオールですか？そうですね、その通りです。Hace cuántos años que estudias español? そうすると、あなたはに、スペイン語をどれくらい勉強してますか？という質問になります。今言ったように、こう日本語、今スペイン語の今までのルールを見ると、ケを前に持ってきたくなるんですけども、持っていかずに、汗を使って、アニョスケで、そこでケが入ってくるという形ですね。はい、大丈夫でしょうか？はい、では最後、あけおらいけりゃバナフガラルフットボール。これまず読んでいただけますか？質問。はい。ケオライケジアバンアウガールアルフットボール。いいですね。はい。そう。日曜日の、エルドミンゴ・アラス・オチョ・デラ・ノチェ。いいですね。El domingo a las 8 de la noche ですね。その通りです。はい。これが、すべての、回答、例ですね、になります。何か質問はありますか？いや、大丈夫です。はい。これがですね、今日やりたかった内容になります。どうですか？やってみて難しかったですか？いや、ちょっと最初がバタバタしてて、集中できなくて、全然もう そうです頭に入ってこなかった。そうですよね。ちょっとわたわたして、仕事、多分、ブラックフライデーということで、いつもどこでも起こる話なんで、おそらくその関係かなと思ったんで、12月、年末も期ちょっ待。と帰りも事故してて、ああ、そうなんです1時間ね。ぐらいかかっちゃったんです。ああ、じゃあ、さらにストレスもかかってっていう感じですね。で、繋がらないし。そうっすよね。まあ、でもうも、完全オフモードになっオてフまモす。ード。でも、それを置いておいて、今最終的に多分集中さ、後半からしてきたと思うんですけども、中盤から後半にかけて、それでは特に問題はないですか？特にないです。あ、わかりました。で、よく、先ほど、その全文を書き出している時に出てきた、ケテパレセとか、テパレセとか、エントンセスとか、おそらく今の状態では、あと、今の状態では今、多分現地人と話すときに使ってないと思うんですけども、hace 10 años que no juega al fútbol とか、hace cuántos años も含めてですね、そういうのはぜひ使ってみてください。はい。もし質問がなければ、今日は以上、これで内容は以上になります。大丈大夫で丈し夫ょうです。か？わかりました。はい。で、来週、スケジュールなんですけども、来週ですね、来週は、このテストになります。で、テスト内容は、この天候と時間ですね。
はい、なので、本の方、今回は宿題は特にありません。なので、今やった宿題、本の宿題を、きちっと、内容を確認していただいて、来週テストに臨むというふうな形になります。大丈夫でしょうか？大丈夫です。はい、わかりました。では、僕、この今の音声も、共有しておきますので、できるのであれば、今内容は100%理解している状態なので、この読む練習、読む練習をして、できるだけ、今、僕が読んでいるもの、それからメキシコ人の読んでいる音声に近い形、スピードで読めるように、練習をしてみてください。まだちょっと、ディセンケはヨベールのところちょっとつまずいちゃったりとか、あるので、そういったところを、何回も読み込んで、そして話すっていう練習をすると、まず聴解の力、聞く力と、それから話す力も、ついていくと思います。たくさんのこれ大事なポイントが入ってるので、この会話の中で。はい。では、質問、コメント等なければこれで終わります。はい、そしたらごめんなさい、小北さん、また写真撮ってもいいですかね。でもいいですかね。はい、すいません。では